ノーフォーク広場駅設置予定地付近。奥には若目狩りトンネルが見える。モジコレトロ観光線は、福岡県北九州市モジ区の九州鉄道、記念館駅から関門海峡メカリ駅までを結ぶ鉄道路線である。北九州市が第三種鉄道事業者として、施設を保有し、平成地下法鉄道が第二種鉄道事業者として、 車両を保有し列車を運行する上下分離方式を採用している。愛称は当初ネーミングライツを取得した山口銀行により山銀レトロラインと名付けられ、その後命名権が同行の九州内の営業を引き継いだ北九州銀行に継承されたことに伴い北九州銀行レトロラインに解消された。列車の愛称は潮風号。 北九州市が観光スポットとして整備した文字港レトロ地区には日本貨物鉄道が第一種鉄道事業者となっていた鹿児島本線貨物支線である文字港駅外ヶ浜駅間及び北九州市が保有する田野浦公共林港鉄道の配線跡が存在しておりこれらの路線を活用して観光客向けのトロッコ列車を運行するものである 田野浦公共臨港鉄道の廃線跡並びに JR 貨物の文字港駅外ヶ浜駅間は北九州市が買い取った。2008年3月13日に平成築法鉄道及び北九州市から事業許可の申請が行われ常設の普通鉄道として特定目的鉄道の制定後発の事例として同年6月4日に事業許可を受け 2009年4月26日に開業した。九州貨物線や他鉄道で使われていた車両を再活用しての観光振興が評価され、2009年に第8回日本鉄道賞の特別表彰に選ばれた。九州鉄道を記念館駅から北東に向けて進み、左にカーブして北に向きを変え、文字港レトロ地区の市街地を抜けていく。 井出光美術館駅とノーフォーク広場駅の中間部でやや左にカーブし、左手に海、右手に倉庫、工場、マンションなどを見ながら進む。ノーフォーク広場駅を過ぎると右にカーブし、県道文字東本町線の踏切を経て、若目狩りトンネルに入り、めかり公園の下を抜ける。若目狩りトンネルを出ると左手に、関門海峡を遠望しながら、右にカーブし、 保存されている EF30 系電気機関車と、オハフ33型客車の横を通り、終点の関門海峡メカリ駅に到着する。列車には、潮風号の愛称が付けられている。運行速度は、時速 15km。10時台から17時台まで40分間隔で1日11往復が運行される。すべて、 九州鉄道記念館関門海峡メカリマの折り返し運行となっており、定期運行は毎年3月中旬から11月下旬の土、日祝日及び春休みの夏休みの年間130日程度で、定期運行のない期間でも貸切列車に限り運行される。全区間の片道所要時間は10分、折り返し時間は10分。車両基地として旧門畜大久保駅付近に、 瀬戸庁舎庫を設置したが、関門海峡メカリ駅瀬戸庁舎庫間は旅客営業を行わない。運賃は均一性で大人片道300円、小人150円である。通常は全席自由席であるが、日によっては指定席が設けられる。指定席者に乗車するには別に指定席料金100円が必要。立席乗車はできず、満席の場合は、 途中駅からの乗車ができなくなる。なお、この路線は観光輸送に特化しているため、定期乗車券は発売されていない。守護官やニモ課などの IC カードは一切使用できない。列車編成は、トロッコ客車2両をディーゼル機関車で挟んだ4両編成である。この4両以外に等路線に所属する車両はない。トロッコ客車は、島原鉄道でトロッコ列車、 島鉄ハッピートレインに使用されていた車両で国鉄トラ7万経過車を改造したものである。指定席車の1号車は座席42席。自由席車の2号車は座席36席と車椅子スペースが設置されている。機関車は南阿蘇鉄道でトロッコ列車ユースゲ号に使用されていた車両である。機関車、客車とも青色基調の塗装で、 オリエント急行をイメージしたものである。全駅とも、福岡県北九州下宿所在。ありがとうございます。